あ、なんかお正月感がすごい。2月やけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、聞いてもらえますか。はいはい。成長した。てか前回のトモコレが遥か昔で全然覚えてないんだが全然覚えてないんだが、まだ成長する子たちがいたのね。一人暮らしさせるとこ空いてないよねあ、え、空いとんか。あ、よろしいです、よろしいです。はい、そうですよね。それがいいと思っていました。うんうんうん。あ、前回の私はちゃんと開けてたのね。はい、マレナちゃんをあゆら島の住人として登録します。今日からお世話になります。はい、どうもどうも。この子だけやった。なんかもう一人ぐらいおらんかったっけ、成長する予定の子。え、前回映したのって数ヶ月前とかじゃなかったっけ。え、違ったかな。はい、割愛あ、マレナちゃんだけやったね。なるほど。はい、それじゃあマンション見てこう。ナダさん、お、それは自分の方が間違ってたとかそういう感じ。じゃあ謝りな。どうも。どうも。モノカと喧嘩しました。うんうん。腹が立ちます。仲直りしてください。このイライラも。よく考えてたら違ってたんだから自分が謝った方がいいと思うよ。あ、ちょっと待って。ないのか、特に。ガトーショコラをどうぞ。いただきます。はいはい。ですか。まあまあ美味しかった。まあまあじゃダメなんだよ。まあまあじゃ。それじゃあクッキーでもどうぞ。いただきます。はいはい。さあ今度は、あまり美味しくなかった。マジで？ジュースぐらいなら、栄養ドリンクやけど。どうぞ。いただきます。これでどうだ？お、結構美味しかった。よかったよかった。よし。栄養ドリンクで気分が治ったよ。さあ、これでちゃんと仲直りできるんかな。すごい、なんか、満腹になってやってくる。え、でもなんか、同じような帽子かぶっとるね。この間はごめんなさい。仲良さげやん。よろし、こちらこそごめんなさい。よかった。優しいね。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったです。あの、三つも渡したのに、どれも好物にすら入ってこないっていう。実用品、オルゴールをもらいました。ありがとう。昔から、人見知りでした。ふんふんふん。まあ、あれよね。え？成長してから人見知りになる人っておるんかな？え、おるんかな？聞いたことないけど。はい、それじゃあ、チャーリーさんどうした？風？風ですか？腹痛？うん。どうしたよ？風も引きました。ほうほう。風ね。もう寒い時期やけんさ。ちゃんとあったかくしてねな。風邪薬。風邪薬まだ渡したことない今まで。こんなにおるのに。めっちゃ健康体やったんやね。有効成分が風邪の諸症状に効きました。よかったよ。お、レベルアップ。ってことで服変えよう。タイダイTシャツで。どうぞ。
めっちゃ寒そう。寒そうな格好から寒そうな格好に。いつもありがとうございます。そしてなんかパッと見、何がどう変わったんかがわからん。さっきどんな服やったっけ。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。もらった小説は私の趣味にぴったりで一気に読んじゃいました。最近小説読んでないんよね。いやもう最近はね、本当にね、バラエティしか小説も関係ないけどはい、学校給食どうぞ。いただきます。小説も読んでないし、なんかドラマとかそういうのも全然見てないんよね。まあまあ美味しかった。なんか今ってさ、あれじゃない、世の中になんかもう見るものが溢れすぎとってさ、なんか配信サイトだなんだと溢れすぎとって、なんか時間が足りねえ毎日時間が足りなすぎて、なんかでもその中で選ぶのがバラエティなんよね。笑いを求めている。はい、ワゴノちゃん入ります。遊びましょう遊びましょう遊びましょう。一人で絵合わせ。二枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。五回失敗する前にすべてのパネルを揃えられるかな？一人ね。はい。肉まんです。肉まん。メイちゃんです。ほう。アニシーです。なんか肉まんめっちゃちょっと、なんか潰れてない？ブーブークしたあんなもんじゃないよね。アニシーです。さっきのアミシーくんやったよね。よしよしよし。カニです。セスナです。待って、ちょっと。肉まんです。肉まん。あたり。よしよしよし。セスナです。あたり。あのなんかコンビニとかでさ、こっちが中華まんを仕込みよるときにさ、なんかやってきて、肉まん一つくださいとか言ってくる人おるけど、メイちゃんです。どこだったかしら。ブーブークッション一回出たよね。これか？カニです。カニだった。当たり。あ、よかった。あと一回なんよ。あ、でももういける。ブーブークッションです。当たり。そう、なんか仕込み中にね、仕込みより様子を見ながら、お肉まんくださいって言ってくる人おるけどさ、あれ、コンビニ内で虫よるけんさ、仕込み中にくださいって言われても、めっちゃなんか冷凍のカチカチの、中華まんですがって感じなんやけど、もう仕上がっとるやつ入れおるだけって思いやんかな。はい、一番小さいのお宝、麻雀パイをもらいました。ありがとう。他二つがめっちゃ輝いてる仕事ができる女って呼ばれたいです。かっこいいよね。うんうんうん、めっちゃケツかきめっちゃケツかいてんじゃん。はい、いったくん入ります。一緒に遊んでくれますか？遊びましょう遊びましょう。いったくんって恋人おらんかったっけ。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。あれ、なんか結婚してなかった？気のせいかな。超アップクイズ第1問。第1問ででん、これは何でしょう。みかんの色的に。あとなんかちょっとブツブツしてる気がする。超アップクイズ第2問。第2問ででん、これは何でしょう。え、梅干しか。わからん。梅干し。答えは北京ダックかもしれん。梅干しでした。よし、超アップクイーズ最終問題。最終問題ででん、これは何でしょう。え、わからねえよ。よ、え、宇宙食のパッケージか。おお、宇宙食でした。ちょっとわかりづらかったおめでとうございます。宇宙食って美味しいんかな。まあでもやっぱり宇宙で食べて初めて美味しいんかもしれん。美味しかったとしても一番大きい、いや中くらいでお宝真珠をもらいました。ありがとう。やった、真ん中に変えてよかった。みんなで笑える映画が好きです。笑える映画、笑える映画な。映画なんてもうずっと見てねえや、映画館ではね。いや、あの動画配信サイトとかそういうのではね、見たりとかしよったけど。
どうすか？結構美味しかった。よかったよかった。全然映画じゃないけど、最近。お礼にこれもあげる。あ、そうよ。バラエティ以外でドラマやったら最近ね、アンナチュラルを一から全部見直した。めっちゃ久々に。一回全部見とったんやけど。実用品旅行券をもらいました。ありがとう。いやもう全話ね、全話泣けるよ。見て見て。見て見て。めっちゃ感動するけん。いや、感動っていうか、悲しいっていうか、どっちもやね。よし、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。あー、なんか、お正月感がすごい、2月やけど。今日は27,100円集まりました。ありがとう。そして、あれは？あ、カメラマンね。よし、じゃあミニュース見てこう。4時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。いたたまれないニュースです。昨夜、小指強打事件。小指強と走り出したコインレシは、床にあった風邪薬に足の小指も強打し、そんな。口が聞けない状態になりました。事件後、コインレシ、足の小指って何のためについてんの？逆切れ気味の発言をしていました。なんかこのニュースあんま記憶にないんやけど、今までもあった？何が言いたいんですか？足の小指ってね、これだから。でもなんかめっちゃ強くない？はい、割と頻繁にこうぶつけられる、しかもね強打される位置にあるけど、一回も折れたことないもんな。すごいな、強いなって思うよ。小指ちっちゃいのに。お、ヨルイチシオリアン。見てこ、見てこ。お客さん、運試ししてみない？うわぁ、全然興味ねぇ。買います。毎度あり。さあ、それじゃあ、一つ目の中身。帽子、しましまのファーの帽子が入っていました。なんか、テーマパークとかでさ、結構買うよね。帽子とか、カチューシャみたいな。はい、二つ目の中身。で、外の世界、まあ、現実に戻っていったら一切つけんっていう。食べ物、みょうがが入っていました。そんなに安い買い物でもないけど、なんかね、でもやっぱ行ったら買いたくなるよね。はい、三つ目の中身。食べ物、ピーナッツが入っていました。しょぼくね。え、中身、しょぼくね。つらー。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかこう 3DS のね、インターネットがなくなる。旅立った子たちは一体どうなるんだろうか。漂ってんのかどっか。悲しい。